皆さんこんにちは、ヨガステのひなこです。呼吸を止めないようにしながら行っていくことで、さらに深く筋肉がほぐれていくので、しっかりと深い呼吸を意識しながら行っていきましょう。それではよろしくお願いします。はい、それではまずはマットの上に座った状態から始めていきましょう。両手を後ろについて足を前に投げ出していきます。つま先を内外内外ブラブラブラとゆすって、ももの筋肉の緊張感をほどいていきます。霧のいいところで動きを止めていきましょう。左のかかとをご自身の方に引き寄せて、右足もう少し広く開いてあげましょう。少しだけ内ももがピリピリピリとくるところまで開いてあげます。あまり開きすぎて骨盤は寝ないように、姿勢はまっすぐ保てるところに足のポジションをとっていきましょう。それではまずは右手をすねの上に添えていきます。左の指先をお尻の横に下ろして、吸う呼吸で指先を横から上に持ち上げていきます。吐く呼吸で体を右足の方に傾けていきましょう。もしこの状態で辛くないようであれば、左の脇下から天井方向を覗いていくようにしていきましょう。さらに上に来ている左の肩、胸を空に広げていくような感覚です。体側伸ばすポーズは肝臓機能や腎臓機能の活性化にも効果的です。ではここで一呼吸いきましょう。鼻から吸ってゆっくり吐きます。次の吸う呼吸で体をまっすぐに起こしていきましょう。吐く呼吸で左手のひらをお尻の後ろに下ろしていきます。吸う呼吸で右の指先を回し上げて、お尻をマットから浮かせていきましょう。今度体の前側をぐっと広げるようにしていきます。足の付け根やお腹、胸を空に広げていきましょう。ここで吸いながら胸の広がりをぐーっとさらに感じていきましょう。吐く呼吸でお尻をゆっくりと下に下ろして元の状態に戻っていきます。それでは反対側を行っていきましょう。まずは右のかかとをご自身の方に引き寄せて、今度は左足を斜め前に伸ばしていきます。また足を広げる角度は少し内ももがピリッとくるところにポジションをとっていきましょう。左手はすねの上に乗せていきましょう。右の指先をお尻の横に下ろして、吸う呼吸で上に持ち上げていきます。吐く呼吸で体を左の方に傾けていきましょう。じゃあまた視線つけられそうな方は脇の下から天井方向を覗いていきます。この時右のお尻がね、マットから浮かないようにしっかりと地面に根付かせていくような、引っ張り合う力を使うように意識していきましょう。呼吸筋がほぐれて深い呼吸も通しやすくしてくれるストレッチです。ではラスト一呼吸、鼻から吸ってゆっくり吐いて、吸う呼吸で体をまっすぐに起こしていきましょう。吐く呼吸で手のひらをお尻の後ろに下ろしていきます。吸う呼吸で左の指先を回し上げて、お尻をよいしょ持ち上げていきましょう。体の前側から胸、お腹と広げていきます。吸う呼吸ではさらに心地よく胸の広がりを感じて、吐きながらお尻を下に下ろしていきましょう。元の状態に戻ります。ではもう一度両手は後ろ、足を前に投げ出して、つま先内外内外をブラブラブラとゆすりましょう。霧のいいところで動きを止めたら、元のあぐらの姿勢に戻っていきます。皆さんお疲れ様でした。動画いかがでしたでしょうか。もしいいと思っていただけた方はチャンネル登録やコメントをお願いします。じゃあまた見てください。